さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、2022年に米軍の次期小銃が決定される件ということで、今回はね、米軍の主力小銃である、M4 と M16 で、そして、分隊支援火器である、M249 の、その後継機として採用される、NGSW、ネクストジェネレーションスクワッドウェポン、次世代、分隊火器みたいな、そういうやつのね、話をしていきたいなというふうに思います。で、まずね、タイトルにもあるその2022年という、そういう話なんですが、これはね、米軍の、アンソニーポッツ少佐という人が、海外のアーミータイムズというサイトの取材に対して、NGSW は、2022年の、半ばまでに決まるだろうというふうに答えたという、そういうことで、その NGSW というものは、既存のね、5.56mm よりも、精度にも、貫通力にも優れた、そういう 6.8mm の弾薬を使用しっていう感じでやっていくと、そんな感じです。で、NGSW の話していくんですが、 NGSW はね、以下3社のうちどれかになります。まず1社目が、無難な設計にまとめたシグザウアーの、MCXスピアですね。すごく、無難で、本当になんか、今までの銃と変わらんやん。そんな感じがしますが、こいつであったりとか、あとは、ヘッケランド候補者とウィンチスターが、パートナーになっているテキストロンスシステムの銃。で、そして、ベレッタ社がパートナーになっているゼネラルダイナミクスの銃。これらの3つのね、3社の3つの銃があるよって。そんな感じなんですが、これらはですね、もちろん、全部銃も違いますけど、弾も違うんですね。6.8mm の弾薬を使用するのは一緒なんですが、弾の細かい仕様が全部違って、今回ね、NGSW の弾として採用されたその弾薬っていうのは、NATO サイドですね。要は、日本も含めた西側諸国、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ここら辺、カナダもそうだけど、そんな感じの西側諸国の、標準的な弾薬になっていくだろうという、そんな感じの、もうめちゃくちゃでかい話になってくるわけですが、自分の予想としてはね、普通に MCX ですね。シグの MCX スピアがね、採用されるっすかねっていう、そんな感じで、なんでかっていうと、例えば、テキストロンシステムの銃っていうのは、電磁トリガーとか、樹脂製のね、テレスコープ弾薬の採用とか、すごく野心的なんですね。今までのね、既存の銃器設計とは結構違うんですけど、その結果、やっぱり部品点数がね、大幅に増加して、機械としてのね、脆弱性、いろいろ擦れる場所も多いので、脆弱性も高まるだろうし、あとかなりね、昔の試作のね、プロトタイプに比べればね、改良されてるとはいえ、結構やっぱりメカがでかいですよね。メカがでかいから、不格好というかね、やっぱりかさばるデザインになってくるし、そこら辺もどうなのってなるし、あとゼネラルダイナミクスの銃もあるんですが、ゼネラルダイナミクスの銃は、そもそもブルバップなんですよね。ブルバップなので、操作性というか、使用感がね、今までの M4 とかと全然違うだろうから、よっぽど大きなメリットがね、ゼネラルダイナミクスの銃から発見されない限り、わざわざそっちに乗り換えようとはならないだろうし、採用実績もね、豊富で、ハンドガンもね、最近、シーガの P320 のね、M17 として採用したばっかりなので、採用実績も豊富で、無難な設計にまとめてる、シーガがいいんじゃないのっていうね、MCX だったら今でもね、全然普通に使える銃だし、その、発展版ってことになってくるから、いいんじゃないのっていうふうにはなると思いますし、あと、このね、ミリタリータイムズのね、記事読んでみると、M4 と M16 もね、その後方支援の兵員のために、生産され続けるらしいので、やっぱり M16 とか M4 とね、そんなに、操作も内部構造もそんなに大きな差異はない、シングルの MCX スピアっていうのが、いいんじゃないかなっていうね。要は一つの軍の組織の中であんまり違いすぎる銃がね、2つ存在するっていうかね、シリーズとして存在してくるっていうのはあんまり良くはないので、やっぱりシングルの MCX がいいんじゃないかなっていう、そんな気はします。で、ちなみになんですが、今回ね、NGSW として採用された銃っていうのは、8年間契約で、約12万丁生産されて、これライフルと機関銃両方の枠で生産されて、約41億円の契約になるという、そんな感じで、12万丁生産されるというのが特にね、でかいと思うんですが、この12万丁っていうのは、アメリカ陸軍の、正規軍というか、要は予備役じゃない、職業軍人ですね。職業軍人48万人いるんですが、ざっくりね。約48万人の、当たり前ですけどね、48万に対して12万なので、約 25% にね、相当するということで、もちろん特殊部隊とかもね、シグの MCX ピアとかになってくる、NGSW になってくると思いますし、あとは空挺師団みたいなね、いわゆる、そういう歩兵とか戦闘職種に配備されていくだろうという、そんな感じです。もしね、シグの MCX ピアなりなんなり、NGSW が採用されて、特に大きな問題がなければ、もちろん米軍の主力小銃というふうに君臨する、要は、海軍も空軍もそういうふうになってくだろうし、すごくなんていうんですかね、日本も含め、NATO サイドに対して、大きなね、なんていうんですかね、転換期。今までは、HK416 とか、そういうなんていうのかな、AR ベースの銃が多かったのに対して、
すごくね、まあ、弾薬も変わるし、まあ、MCX スピア自体はそんなになんていうんですかね、AR とは変わらないですけど、まあ、弾薬も大きく変わるので、まあ、日本も含めいろんな国が影響される、まあ、そんな話になるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、今回、シグの MCX スピアというかね、NGSW の話いかがだったでしょうか、この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。